すぐ迎えに行こう。待てよお前ら、誰一人こっちから迎えに行くことは俺が許さん。間違ってもお前が下手に出るんじゃねえ、ルフィ。俺はあいつから頭下げてくるまで認めねえぞ。いいかお前ら、こんなバカでも肩書きは船長だ。船長が威厳を失った一味は必ず崩壊する。今回の一件に何のけじめもつけずうやむやにしようってんなら、それは俺が絶対に許さん。待ってよゾロ、確かにあいつも悪いとこあったけど、それは帰ってきてから言いたいだけ言えば。一味を抜けるってのはそんなに簡単なことなのか。俺たちがやってんのはガキの海賊ごっこじゃねえんだぞ。ウソップの第一声が深い謝罪であればよし、それ以外ならもう奴に帰る場所はない。そうだな、一度は完全に別れたんだ。黙って待とう、ウソップを。船にたどり着けなきゃ謝れもしねえ。あいつの周りの敵を倒すくらいいいよな。つまらねえが好きにしろ。全く手を出さねえってのもあれだよな。Come on.
聞こえねえ。おい、お前まで。四面クルール、ゴゴゴゴゴキャノンキューブ。なんだよ、みんなで無視しやがって。どういうつもりなんだよ。ゴッグルール、行くわ。ウッキーさん、世界で変わらず。こんなところで油打ってていいのか。待てよみんな。俺は逃がさんぞ、この男。ハリケーン！ニュー！ルソップ、言いたいことがあるならはっきり言いなさい。戻ってほしいなら戻ってやるって言ってんだ。出航するぞ、これが筋だ。ルソップのバッグ、ジェンクー、ユピニオム、行くわ。今日はこれで引き上げるが、最後に少し話をしようや、ニコロビン。なぜいつものように逃げ出さなかった？お前一人なら CP9 から逃げ出せたはずだ。今までとは違うと言ったでしょ。彼らを見殺しになんてできなかった。20年前のあの日、お前を島から逃がした俺にはその後の人生を見届ける義務がある。宿る気もなく飛び回る危険な爆弾をこれ以上放置できない。俺は今回小原の全てに決着をつけるつもりでいたんだ。何よりお前はもう死にたがっていると思った。やっと宿り人は見つかったのか。え、お前を生かしたことは正しかったのか間違いだったのか、これからお前はその答えを見せてくれるのか。そのつもりだったらしっかり生きてみせろ。小原はまだ滅んじゃいねえ。青吉、もう少し待てば、ウソップだって。いいじゃん、邪魔すんなよ。あ、もうわからんわ。海賊の舞台で甘いこと抜かすな。ラブハリキューン、ユー、行くわ。おとなしくしておれば調子に乗る。この拳が黙ってはおらんわ。シェンクルール、ゴゴゴゴゴー、ラブラブル、国帝ゴゼオヒューム、行くわ。じいちゃん、逃がしてくれんじゃなかったのかよ。怒られたんじゃから仕方あるまい。文句なら海軍本部元帥に。わしはや見苦しくあがいてみようじゃねえか。支援クルール、ゴゴゴゴ、ラブラブル、
目的。あお、行くぜ。ルフィ、乗れ。あいつは置いてく。わかった。出航する気か。わしらも船で追うぞ。本当に別れよってんだな。そうかい。もういいよ。それなら最後に一つ言わせてもらうぞ。ごめん、意地張ってごめん。俺が悪かった。今更みっともねえんだけども、俺一秒やめるって言ったけど、あれ取り消すわけにはいかねえから。ダメかな、頼むからよ。一緒にいさせてくれ。もう一度俺を仲間に入れてくれ。サニーか、いい名前だ。名前が決まると執行の気が引き締まるもんだな。よろしくな、サニー。さあ行くぞ、驚異の緊急加速装置クウードバースト。うおー、やりよう。メリー号にできてこの船にできないことは何一つない。だが、あの船の勇敢な魂をこのサウザンドサニー号が継いでいく。今日からこいつがおめえらの船だ。いいわね、